さあ今そのスタートが切られました。後方脱出機クオドプル A、 さあまずは最初しっかりとグッグッグッと両者とも書いているように見えるんですけれども、こちら門脇さんこれどうでしょうか今この状況。はい、先ほどのレースとはちょっと雰囲気が違ったようですね。違ったように感じられるんですけれども、慶応が今一定身のリードをつけているんでしょうか。慶応のピッチ37、早稲田のピッチが39と、早稲田の方が、ピッチが、2ぐらい速いということです。ピッチが速いわけではありますけれども、慶応義塾が一定身ほど今リードをしています。この状況に関して吉田さん、これどうでしょうか。そうですね、はい、慶応大学が一定身ほど出ていますけれども、はい、早稲田も決して悪い時をしているわけではないと思っています。グレードも上がっていますし、はい、抜き上げのタイミングもいいですし、ゆっくりとフォワードを取っていい攻撃をしていると思います。逆転の可能性もまだまだ全然あるということで、はい、まだまだ序盤ということです。はい、慶応は今33、ピッチは33、そして早稲田が38となっています。ここで画面が今切り替わりました。左側が慶応義塾、そして右側が早稲田、慶応義塾高校、そして早稲田総大学院。両者ともいい漕ぎを見せています。タイミングがバッチリ揃っているというような、そういう印象を受けるんですけれども、じゃあ門脇さんどうでしょうか。今日の方がピッチがすごいですね。はい、ピッチが33、そして慶応が33、早稲田が38となっています。先ほどと変わらずピッチを刻んでいます両者とも。慶応が少しピッチをやはり落として一本一本確実に、そして早稲田大学を見ながら、手を進めているということです。そして今早稲田大学はこうなった場合に、その早稲田としてのこう心理的なこう状況というのはどうありますでしょうか。相当焦ると思います、はい、ボート競技の特性は、はい、やはりゴールに背中を向けて進むので、うん、先に出られてしまうと相手の状況がわからない、なので今年は今慶応がどのぐらい前にいて、1分間に漕ぐピッチがどのぐらいのペースで漕いでいるのかということを伝えることで、選手を安心させてあげることが、そういう意味では今年の経験されていた門脇さんは、こういった早稲田の状況になったら、そして、はい、吉田さん言ったように、向かいの点差が離れているかを説明してあげて、はい、今どのようにしていくか動いているかが焦りますので、うん、そこでしっかり進めています。はい、そして慶応は今ゆったりと書いているところです。先ほどとやはりピッチは、少し変わりました。ピッチが慶応34、そして早稲田が35と、早稲田の方が少しピッチが下がってきてしまったでしょうか。今は慶応義塾高校ゴールしました。高校脱出機クオドプル A、 勝ったのは慶応義塾、先にゴールに行ったのは慶応義塾、そして今総大学院もゴールを切りました。ゴールに到達しました。はい、じゃあその状態でありました。